というわけで改めましてこんにちは西尾フレンドリスクール事務局の松浦です西尾フレンドリスクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版本日のテーマ、えー、子供の志望校選びです、えー、それでは今ピアノを弾きました今野由美先生です <laughs> よろしくお願いいたします本邦初公開で本当になんかねいつもうちの <laughs> あのねケイスケがピアノねケイスケがピアノ弾いてライブの時に生演奏してくれたりしますからねこれって そんな簡単にできるのかなとか思いながらうん、うん、なんかうちの次男にもできるんで息子にもできるんだったら私もできるに違いないってちょっとそうそう今ね急になんかやってみようかなーなんて思ってて <laughs>、はい、やってみたんですけどねなんかやっぱりこう間違えないで最後まで弾くっていうのは結構やっぱり大変かなって。 1回目うまくいったんですけどね、はい、ちょっとどっか私がとちっちゃったから「うん、取り直そうか,かっ、ね」うかって言ってるうちに中間部はどん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 集中力がなくなってな。<laughs> テイクファイブぐらいやりましたね。んだ最初の方でよかったのにとか思ったんだけどどん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 んか集中よしとか思ってね次は集中力を持ってとか思って引いたんだけどねまあ皆さんクリスマス気分になれたかどうか本当お恥ずかしいんですけどちょっと僕もちょっとね仕込みづらかったのでもしかしたらあれかもしれませんけどまあご愛嬌という方でねやってみたいという思いでやってみたのでお聞き苦しかったかもしれない なまあちょっとクリスマスに参加したいなってちょっと思ってちょっと恥ずかしいんですけどみたいな。ということで今日はクリスマスのテーマとは全然関係ないんですけど子どもの志望校を選ぶということで小学校受験の志望校がどう選ぶかということですね。ちょううどどこれクリススマ頃だと思んですけ あのー、ね、今こんな時期に、まあ自分も今年長持ってて、持ってて思うんですけども、あのー、この時期に志望校って決められるのかなってすごい考えるんですよね。で、特にあのー、もう志望校別でやってきた人で、もちろんうまくいってる人も、その志望校通りに入れてる人もいますけど、やっぱり今年度のように。本当 本当に人が多かったんですよ。受ける人数が。受験者数がすごいですよね。まだ私自身もそういうのにこうこんなに急にバッと増えたことに対しての対応力っていうのがちょっと自分も欠けてたなっては思うんですけど、これほどっていうふうに思わないぐらい増えたんですよ。うんうん、それなそれなのでやっぱり親が <laughs> 入学させたいなってう思うこう学校を本人の この性格も考えずにともかく親がこの学校に行かせたいこの親が学校に行かせたいっていう思いの思いが強くってその日程を組んじゃったという人はうん、うん、なかなかその思うように合格ができなかったっていう <laughs> ことが多かったと思うんですよ。うんうん、昔ならまあ例えばあのまあね10人ぐらいの希望のところのうち まあね10人ぐらいのねまあ例えばね定,定員が10人ぐらいだとしてもまあね、えー、とそのまま入れそのタイプとかそういうことも関係なくって言ったらまあ半々ぐらいですよねタイプの子もいればタイプの子もいないっていう。うんでまあ、半分はタイプの子がいてもまあね、 半分はタイプじゃない子でも取ってくれる場合ってあるじゃないですか、はい、10人ぐらいの定員だったとしてね。はい、あまあないけど、うん、例えば五分五分でね、うん、ところがそれが何倍にもこうなっちゃうと今までだいたいこのぐらいだったらここ入るだろうと思っててもうん、うん、<laughs> やっぱりそれがもっと膨れ上がっちゃうと。 そうすると今度その学校にあったタイプの子って勉強もできてその学校に合ってるタイプの子っていうのがやっぱり増えてくるわけじゃないですかで、学校も選べるようになるからねそうなんですよより選べるようになるんですよ、うん、だからそうなるからやっぱりこう親がこの学校に行かせたいこの学校に行かせたいって言ったって子供の本質ってそう変わるもんじゃないのでね、うん、やっぱり行かせたいと思ってもやっぱり学校に合わないいくら勉強ができててもやっぱり そそのの学校のタイプでででなななないいいいと合格できないんじゃないかなっていうそうですねだからそうやって今までのようにこ,う、まあ、このぐらいだったらいけるだろうなんて思うのがだんだん大間違いになってきて、うん、もっと学校が取りたい子たちが増えてきてるわけじゃないですか受ける人が多ければそう,です、ね、そういう意味であの思うようにこう合格できなかったっていう。 ケースっていうのがあるんです、ねはい、だから来年度だって絶対小学校時期はね減ることはなくても増えていくっていうケースはあると思うんですよ。うんうん、まあ分かるように立川国際みたいにこう都立高校が小中高一貫作ったらもうとんでもない果てしない人数ですよね。ね30倍超えたんだけどねそうう、えー、で,すよ、ね、で,でその出願者数がね 1,797人ということらしいんですけどそれで抽抽選があって400人になったとまあそれはそれでねそこは何も運の世界だけどそこから適性検査を行われてでそうですよね。ということはその。 合わせると…だから人からおそらくね、うん、400人いた中から116人を絞り出したっていうことは、うん、そこからまた抽選があるんだけど、はい、その116人は学校側としては誰が入ってもいいような1十6人を取ってると思うんですよ。国立のよく最後のつくばの抽選もそうですけど。 もうそこからだってまた運の世界だからいやこれはちょっとっていう人は取ってないからなるほどでもねあのー、400人もいた中からね116人欲しいと思ったらねどれだけね取りやすいかねそうですよねそうだからあのー、人数が多くなれば多くなるほど学校としては自分ところの欲しい子がどんどん取れるんですよ、うん、なるほどなるほど <laughs> 今までねどうしても 10人しか来ないところを、まあ、15人取ろうと思ったら5人落とすわけじゃないですか。でそれさえやっぱり10人な入れるけどちょ,ちょっとちょっと考えるけどどうしようかなと思う子も入れてしまったりするっていうことあるけどでも最近は15人の定員で10人来て定員に足らなくたって全員は入れないんですよやっぱ。それぐらい学校があって欲しい子を。ねうん、である学校多分そういうふうにして。 どうしても店員が集まらなくて、それで、それを、こう編入に回してたところがあったんですよ。はい、そこでもう諦めてね、<laughs> ところが。今年はものすごい人数来ちゃったんです。この学校にどういうわけだか。三、うん、倍ぐらい増えたんですよ。はい、だからそうなると。去年入ってたような人たちが。もう入んなくなっちゃうんですよ。あの。ね、今回のはね。うん、だからそういうことが起きるから。 もうこの学校に親は行かせたいなとか親が入学させたいっていう希望だけでねこう日程を選んでしまうと本当に思うようにこう合格ができなかったなっていうふうにこう感じたんですよ。だからそういうことを考えていくと行かせたいね親が何々小学校に行かせたいと思ってでも今からね何ヶ月訓練したってね 本質って変わるもんじゃないじゃゃなないいですかうん、うんで。やっぱりその学校ってもっと活発な子が欲しい活発な子が欲しいとかもっとこう強い子が欲しいとかっていう学校にその希望をいくら親が抱いていてもうん、うん、自分の子供がそうでなければそのどんなに志望校別の受講を決めたとしてもねうん、うん、それは難しいと思うんですよ。うんうん でその志望校別なところの志望校がやっぱりよく話したりとか集団行動とかも重視されるようなところでそういうコース別ばっかりやってるとまあそういうふうに子どもが適応できればいいけれども、はい、持ってるものでどうしたってそういうところが無理にこの学校に合わせていくっていうのは難しくてそれでギリギリになってやっぱりうちの子 なんかそこまでいかなかったわって言ったってもう後の祭りでもう1週間後とか2週間後には学校が始まっちゃうとかね試験が始まっちゃうとかなるから今志望校を決められる決めるっていうことはその志望校に合わせて学校に合わせて子供を変えていかなくちゃいけないっていうででもある意味賭けすよねそう変わればいいけどでもそうじゃなくて。 子供をどん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 いろんな意味で改善していって工作もできるようにする何もできるようにする全てできるようにするっていうふうにいろんなこう9月8月まあ早くても7月ですよねまでにやること全部やって不得意なところをあの見出してよくしていってそれで自分の子が あこの学校ならいけるかもしれないとかっていうふうに子供を学校に合わせるんじゃなくて、ね、子供があっった学校を選ぶっていう,うん、うん、そうですね、うん、学校に子供を合わせるんじゃなくて子供を通して学校を見出してくるようなイメージですそういうふうにやることが特に今年の <laughs> 事件なんかではそう思ったんですね。はい、だからその学校に こうその学校が欲しい子に志望個別っていうのはそうですよねその学校に欲しい子にうまく子供が改善されていけばそれはうまくいくかもしれないけどでも本質持ったものってやっぱりね変わるものじゃないからそこまで改良できるかどうかっていうことはすごく思いますね。本当に合ってるかかかどううわらないねっていうそう で、そこの面ってやっぱり勉強だけじゃなくてあのー、なんだろうこう。本来持っってるものも多少あったりします。もうそれが一番だと思うんですよ。やっぱりおとなしい子に、うん、おとなしくてこうじっくりものを考えてる子にねはいやれはいやれはいやれって言ったって <laughs>、うん、例えば、まあ、<laughs> あの大きく見るとまあ 一番言われてない例えば行政小学校だとしたらまあどんなに生まれた時からこの子はね自分も卒業生だし行政に入れたい行政に入れたいってこう自分もやってきて卒業生だから入れたいって気持ちはわかるんですけどあそこの場合は無残にもう一番最初にあの何、ー、て言うのペーパーテストがあるんですよ。はい、でそのペーパーテストが本当に早いんですよ。うんうん だその速いペースについてこれないと絶対だめなんですよねうん、うん、ともうその1時で起こっちゃうから 2> うん、うん、で2時になって本来の行政らしいこの試験に入るんですよねだからどんなにそこの場合はあの卒業生だろうが何だろうが最初のペーパーテストでパスしないとだめっていうだからそれに合わせてそういう行政コースとかに行ったって 例えばもし今からやったとしたって、もうそんなにスピードについていけないですよね。今からスピード上げていったりとか。で、行政ってすっごいこう、思考をうんと用するっていう部分っていうのはないから、やっぱり見て、やっぱりパッパッと反応できていかないといけないんですよ。はい。だところが、すごく思考力のある子が <laughs>、それに行政コースなんかに入っちゃったら、考えればすごくいい答えとか、 あの難しい問題とか解けるんだけど時間で追われててしまうとで。ついいいけないと。それを知らないでともかく行政行政っつってもう1月からずっとねやったって早くなるもんじゃないじゃないですか本人持ってる体内リズムが遅いんだからでうちの場合だと遅そうだなと思ってる子で当然行政には最初の頃は向いてないなと思っても だんだんやってるうちに10月ちょうど10月に願書出すから8月ぐらいかな8月の終わりぐらいにこの子ってすごいスピード速いなって気がついたんですよ普段はそんなにパッパッとしてないんですけどでもペーパーやったらものすごい速いんですよ。それで急に「あもしかしたら行政やってるかも」って言ってやっぱり受けたらもう一次試験も突破して。 で二次試験に入ってで二次試験なんかはまあ向いてるから <laughs> それで行政に行ったっていう子はいるんですよ。はい、だからそういうように例えばまあ立教なんかもそうなんですけど必ずお話を読むんですよ試験でね。試験で,、うん、でその時にねその時にね私いつも思うんですけどあの読んでる最中は動いちゃいけないんですよ。うん なるほど。うんとこうと集中してあれを見てるかどうかってそこも多分点数の配分にもなってると思うんですね。はい、だけどどうしてもこう落ち着きのない子が <laughs>、うん、じゃあ立教を狙おうって言ったってあの、あのー、お話を、うん、読んで理解静かに理解できるかどうかとかそういうことがやっぱりできなければ難しい,そういくら勉強できてもねうん、うん、ちゃんとじっとしてあの話知ってる知ってるこの話知ってるとかね 余計なななことと。も言っちゃゃいいいけそうじゃない子、まあどっちかって言ったら口が重いけど例えば話がすごい話の記憶がよくできるとかやっぱりそういう子であればおのずと8月にそれに気づいたうん、うん、じゃあ力を受けてみたらってなって入ったりとかするねうん、うん、っていうケースってあるからやっぱりねあの最初からこの学校に子供を合わせていくっていうのは私は無理だと思うんですよね。うんうん まあ今ってほら何でも OK みたいな感じになってるからあれだけどそれよりは一個ずつ一個ずつこうできないところをねあの頑張ってそれで8月に出来上がった子供ががどういうふうにみんな出来上がっていくかわからない静かだったと思った子は急にこう活発になるかね。こはからないんですよそれを見た段階で学校を決めてもう全然遅くはないなって。 だからほんと特定の学校に向けて走るっていうよりはもう一つ一つのことを総合的に丁寧に丁寧にやっていくようなイメージでですす、ね、そうなんですだからうちは、うん、あの学校別コースっていうのはもちろん試してみることあるんですけど、はい、そういう学校別コースあの模擬テストっていうのは大体7月なんで。 その辺りぐらいからそういうのも併用しながら,だから今日も相談されたんですけど模擬テストどうしたらいいですかってこの時期に模擬テストのしって何ができるのっていうぐらいそうでできる子たちってこんな時期にはできてないし、うん、今できてる子がじゃあ8月にできる子になってるかっていうとそれはまたわかんない。うんうん、なのでもう今は模擬テストもいらない。 何もいいらないともかくあの一つ一つね家で家庭で改めなきゃいけない部分もあるしだから今日はあのー、年長は3回目の授業だったんですけど、はい、あと1回で年内終わるんですけど土曜日に収録しておりますで子どもたちには親には親との話し合いの中でみんなにともかく。 家家でで直さななきゃいけないいけことは今ししてほしい例えば人の話がどうしても話が最後まで聞けなかったりするっていうのは家でもそういうことは起きてるはずだからうん、うん、まずそれをね家で直してきてほしいとかうん、うん、そういうそのこと勉強しながらふざけちゃうとかね姿勢の部分そうすると家でそうやってふざけちゃっていいんですできるできないはね。うんうん、ふざけちゃうと結局 授業の時も鉛筆で遊んだりとかそういうふうになるからともかく家でのしつけそれはもうねどこの学校関係なくまずねこうできないところを潰していくっていうふうにして本当に子供って4月とか年長になると直しそこのもあの <laughs> 成長していくしうん、うん、やっぱり 幼児で最後に脳が成長していくのはやっぱり私夏だと思うんですよ、うん、一気に進むぐらい一気に進みます、うん、びっくりするぐらいに、うん、7月の終わりぐらいから少しずつ始まって8月の末に本当に皆さんあの脳がもうすごい活発に動き出すのでねだからそういうことも考えたらねその時点でどうするかっていう選んだ方が なんんか合格率は高いと思うんですよもちがっちゃってもちがっちゃってずっとそのコースで勉強していった場合に、あのー、方向転換できない、ね、方向転換できなくなっちゃうので,、うん、でやっぱ向いてないっていうのも正直言って前も話してるんですけどその学校に向いてないってまさかよその教室はさ「あなたお母さん向いてませんよ」なんて言わないじゃないですか。営業的には、ね、言えないですけど、うん、言えないけど実は「何々コースを取ります」って言ったって。 それ子どもだけじゃないんですよ。うん、親もその学校に、ねうん、あの合ってるかってだって不思議なんですよ、うん、私立行っていろいろ見ると親御さんがみんな同じタイプなんですよ。それを考学校ごとにね。そう、みんんなな違うんですよ。親、うん、親が、が。の好きなタイプが、うん、だからそれを考えると、あのーね、学校別なんかでずっと勉強してて実は親が違いましたなんてい訳にいかないから。うん 志望校はそんなにね、早くに決めずに、うん、もっとこういろんな知識をたくさんね、得たほうがいいなって私は考えてるんですけどね。はい、はい、参考にしてみてはい、ありがとうございます。はい、冒頭はね、えーいやいやいや、緊張にてお恥ずかして <laughs> の演奏でも。<laughs> いや、僕の声もあの。 やっぱりね、普段のあの、圭介先生と撮るときって結構収録のいいマイク使うんですけど、<あ>今日はね、パソコンのマイクも使ってるので、ね、音が結構生っぽいかもしれません。そうですね。そう,そういった意味でも、ご了承ください。すいません。ちょっとクリスマス気分になってもらえたらと思って。<laughs> はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はいえー、まあ、そんな我々がやってる教室でございます。子育て幼稚園育相談会を平日と曜日に行っております。体験授業も1歳6か月から、えー、6歳までね、受け付けておりますので、はい、ぜひお越しください。とい でも新年中結構な人数ですね。男の子たくさんいましたけど今日も男の子祭りになね。ね。入ってくださいね。<う>男の子も女の子も大歓迎です。ぜひ来てみていただければと思います。もちろんねあの年中さんとかそれより下の学年もねあの受け付けてますからね。連絡先です。電話番号はゼロ三三三九ゼロゼロ七五ゼロ番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。 教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広い点までお話をしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい。ということで本日も最後までありがとうございました。ありがとうございました、はい。それでは失礼いたします。